回の黒田は連勝を狙うマウンド。立ち上がりからインコースへの攻めが効果的でした。バッターに思うようなスイングをさせません。打線は4回、ある初球の変化球でした。しっかり捉えられたと今シーズン初ホームラン、黒田を援護します。黒田は8回、ノーアウトから初めての連打でピンチを招きます。ワンアウトの後、代打の片岡、狙い通り内野ゴロを打たせダブルプレー、無失点で切り抜けました。黒田は120球を投げて、去年日本球界に復帰してから初めての完封勝ちです。やっぱりしんどいですね。最後の結果が出てよかったと思います。